はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、皆さんトランザクションロールバックというゴミカードは使っていますでしょうか。こちらのカードですね、私あのクソデッキでたくさん死ぬほど使ってきて、まあ、このカードやばいですよみたいなこと言って、まあ、死ぬほど動画出してきてると思うんですけども、これあのいろんなデッキにあの組み込めるカードで、で、まあ、話題になっていたのはその登場前は、まあ、そのラビリンスっていうね、デッキに入れたら強いんじゃないですかっていうね、ガチ環境でも使われてますよみたいなあの話されてたと思うんですけども、これ一応使ってみたんですよ。あのラビリンスデッキにあのトランザクションロールバックを入れてね、まあ、ちなみに、家具が減ってまして、家具減ってるんで結構いろんな型使ったんですよね、トランザクションロールバック入れて。例えば、なんかリゾネーター型とかも使ってみたりとか、あと財宝型、要はあの引いたロールバックを手札から捨てれるカードを入れたデッキを結構いっぱい使ってみたんですけども、あのね、ちょ結論言っていいですか、これラビリンスに入れるの弱くない？これちょ一応個人的な結論なんですけど、これなんかやっぱり素引きした時に家具ないことが結構多くて、まあ、あの遊戯王マスターデールの場合はやっぱこの制限がかかってるからね。で家具ないと家具を持ってくるカードソウルリゾネーターとか入れるとか、あとまあ手札を切る財宝とか入れるしかないくなると思うんですけども、やっぱねその必ずそのトランザクションロールバックプラス手札が捨てるカードがある来るわけじゃないですか手札に。だから結局ねこれだけ引いた時に弱いんですよね。これを単体で引いた時めっちゃ弱くて、であとソウルリゾネーターとか入れるとこことも召喚器被るしな。なんかね結論これねちょっとない方が強えなってなりまして、最初トランザクションロールバック入れて使ってたんですけども、あのこれ抜いた方が勝率めっちゃ安定したんで、個人的にはラビリンスはもうこれなしでいいんじゃないかっていう結論に至りました。ということで、今日はちょっと永続トラップカードを多めにしたラビリンスを持ってきました。ラビリンスってやっぱそんなに妨害数多くないんですよね。先行罠デッキなんで、まあ、先行取るんですけど、先行取って回ったとしてもそこまで妨害数が多いわけじゃないんですよ、ラビリンスって。まあ、家具で手札捨てたりする、まあ、関係上手札減るっていうのもあるしね。で、どうすればいいかっていう話なんですけども、やっぱアドバンテージを稼ぐカードはやっぱその供給力いっぱい入れた方がいいと思うんですよね。まず天帝の人ですね、天帝の人と、あとまあ合金ですね。このやっぱアドバンテージが稼げるカードはこれ入れた方がいいなと思って いるのと、あとやっぱ妨害数がそんなに先行で多くないから、やっぱその永続トラップのパワーで縛りつけちゃった方がいいと思うんですよ、個人的にはね。だから例えば、まあ、スキルドレインであるとか、その午前試合群雄割拠、あと能力吸収石、もうこれ家具とかと相性が良かったりする、まあ、実質スキドロみたいになるカードなんですけど、これそのターンだけ、これはねやっぱねなあった方がなんかやっぱちょっと強いなって思って、まあ永続トラップを今回は6枚積んでます。はい、6枚積んで、であとはまあメインギミックと手札誘発で戦っていくっていう感じにしてます。はい、まあちょっと手札誘発そんなに多くないので、まああのうらら、まあ、G そんな重くないんでこのデッキ、うらら抜いちゃったんですけども、G と無限保養とニビルぐらいしか、あまあ一応 B セットもあるけど、まあ、このぐらいしか誘発ないんですけど、まあ天帝の人とかで結構相手の誘発踏んだり妨害踏んだりもできるんで、まあこの辺でここをまくっていくっていう感じでね、まあ高校の勝率正直なんかあんま家具がない時点でなんか安定しないから、やっぱ先行に寄せた方がいいんじゃないかなって個人的に思ってて、まあ、先行に寄せるんだったら永続トラップ開いた方がいいんじゃないかなっていう結論ですね。はい、というわけで、ロールバック、全抜き、永続多めラビリンス分回していきたいと思います。僕の結論はこれ、デュエルスタンバイ。これハンド強ない？これハンド強いな。ちょっと合金打つわ。カードを6枚除外してカードを100枚ドローしていくスタイル、デッキ切れで負ける。なるほど、アンケルとヌトスが2枚ですね。まだ1枚あるかいか。で、こっちで1回アリアンナ召喚して、まあ、誘発あるか見て、無限保養もねえんだ、相手。なんもねえじゃん、相手じゃ。ニビルグレーか。ニビル踏まねえよな、俺っき。ちなみに、ロールバックとかいうカードさ、使いこなせなすぎてさ、どんどん枚数減ってるんだけどさ、これ最終的に俺0枚になるんじゃねえかなと思ってんだけど、皆さんどうですか？皆さん、ラビリンス使いの皆さん、ちょっとね、使用感を お聞きしたいんですけど、僕はなんかこの、いらないんじゃないかってぶっちゃけ今一応ねもうなんかね3枚入れてたんだけどどんどん減って、今ねちょっと1枚ぐらいになってると思うんだけどさ、ロールバックこれいらなくね？やっぱさ素引きした時あんま強くねえんだよな、家具ねえと。
なんか素引きしてるとき相手無限保有使ってくれてたらまだ別なんだけどさ、まあ、ビッグピックですか、ピックって障害出してでこれチェーンするでしょ、相手なんもないね、相手なんもないわ。で一応手札見てよな相手の、これ何セットするんだ、これ無限保有かなんかでいいかな、ちょっとわかんねえ、ロールバックをセットするのだけマジで弱いからこれさ、いややっぱいらない気するんだよロールバックこれいるのさ、まあいろいろ構築試したんだけど、なんかリゾネーター型とか財宝型とか、結局なんかこの永続型が一番強いんだよな、これでいいか。結論ね、なんか俺の中での結論が出た、まあ、ちなみに一週間後のラビエンスの効果で半です。お、現在法スネークアイ熱いな、現在法スネークアイ結構熱くない抜けたの、白金の城のラビリンスでビッグウェルカム一応セットして、でセットしてセットして、いやそうかスネークアイ環境だからな、誰まかればの方がいいな多分、なんかセットするトラップ基本的には、なんか次元障壁ちなみにあの刺さんなすぎて抜いたんですけど、あのスネークアイに誰まかればの方がいい、財宝狩り、まあ一旦スルーするか、スキルドレインあるから多分大丈夫だと思う結果スキドレゲーみたいなのがあるけど、スネークアイってさ結構強くてさ、あのスキドレ割とあのリンクリボーとかで回避してきたりするんだよね墓地の、それ強いから、まあ、そこだけちょっとねケアしたいなってことなんですけども、ディアベルスターはいいや、ディアベルスターは別に貫通されるからね、エクセル召喚とかからね、まあ、スキドレあるんだけど、まあ、スキドル後は開くタイミングだけだな。白貝の城のラビエンスで一応1枚破壊したいんだけど、それの効果無効になっちゃうから、あとはこのゴミカス永続トラップカードをいつ開くかみたいな問題だ。あ、ちなみに能力吸収石もマジで強いですからね、はい、スキドルみたいなもんなんで、結局さなんかさ先行そんなにパワー高くないんだよねラビエンスって、それはいいですよ、なんかさそんなにパワーが高くないんだから、やっぱ永続で縛りつける方が多分勝率高えと思うんだよ俺ラビリンスは。そっちか、なるほど、そっちか、それ無限保有だな、さすがに無限保有リリーね、財宝スネークアイ、財宝スネークアイピュアリーの方ですね、まあ、ピュアリーもランク1できるんで、簡単にスネークアイから召喚権使わずにね、だ未来竜王みたいなことできるからさ、まあ、ベイオマックスみたいなもんだな、ベイコマックス入りピュアリーみたいなもんだから、まあ、結構強いんだけど、まあ、ただノワールいつ来るか問題あまりにもなんだよな、ノワールいつ来るんすかねノワールいつ来るんすかね、マジで全然来ないですけど、これで、これから、あ、ちょっと、あれだな、無限法要、あれしまったな、これ。法要、ちょっと誰まからもセットするか。これ、法要の列にセットしなきゃいけないので、ちょっとうざいな。はい、セット。で、ウェルカムで、まあ、アリアンナか。いや、これ、法要、ちょっとセットすると間違いたくせえ、これ。いや、でも無理か、4捨てしないといけないもんな。これ打てないんだけど、俺の無限法要のせいで俺の誰まからも打ってないんだけど、これ本来であればさ、クックロックぶん投げて誰まカルマも打てるはずなんですけど、俺の無限法要のせいで打てない。これ皆さんはぜひ誰まカルマをセットしてくださいこれはそうだね、反動かな、手札じゃね、多分反動なんか減った方が強いと思うんだよね、あのデッキ多分ハンドがないと多分基本的に速攻は打てないからさ、あんまりレビレンスシャンドラとかでいっかな、まあこっちの方がいいか、ストービーか、ストービーからまあちょっとアーゼウスされそうになったなってからでいいか、なんか打つの反逆ね、はいはい、あーいいですよ、まあ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 いいでしょう、問題ない、まあ、そのくらいは勘弁してさせてあげましょう、まあ、押し込まれていく、まあ、押し込まれていくがあんま関係ない、これ自分で一応ねドラグマのパニシメントとかで解除一応できるんで、
ヌトスで自分のカード割ればね。あんま強くないけど、その動き。はい。ハッピーメモリーで、ピュアリーリリー対象にとって、手札1枚捨てて、また出てくると。はい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 。で、ピュアリー出てきて、了解、了解です。あ、この辺も全部するでいいかな。はい。はい。はい。あ、雑魚。これ頑張って多分アーゼスしてくるんじゃねえかな。まあ、何らかのランク維持してね。多分だけど。まあ、スキドレあるし、パニッシュメントあるし、あー、アセンブリナイチンゲールか。オッケー。アセンブリナイチンゲールオッケーです。アセンブリーがぶん殴ってきます。ドラゴンパニッシュメント打ちます。アセンブリー効果使われます。これあれだよね。戦闘効果流したみたいな。あ、あったね。オッケー。了解。全部見ました。すべて見ました。バトルフェーズ。ドラゴンパニッシュメント打ちましょうと。で、対象を、LL アセンブリーナイチンゲールさんに取りますよと。で、あ、ナイチンゲールくん、一応対性あるから効果で返されませんけどって言われる。黙れ。黙れ。気持ちいい。気持ちよすぎマジでこのゲーム。やっぱ永続がいたな。やって永続魔法がいた。永続魔法じゃない、永続トラップがいた。結局永続トラップがいたんやって。そうなるわけよ結局。まあ、好き取れないよな。ああ、まあ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 、悪くないな。悪くはない、悪くはない。2ビル刺され、2ビル刺され。なに、くそ、水使いとかいうカード本当に返してよかったのか。コナミ君マジでこのカード増えるとろくなことなんないんじゃないのか。普通にさ、勇者ギミック強すぎるよな、マジでさ。まあ、増殖する G くらいしか本当にこのカードに対する対抗策ないんだけども、ガチでやばいんだよな。アラメシアの儀、これあれだな。でも、展開してくるようなもんだったら、2ビル、グリフォンライダー、グリフォンライダーに無限包容で意外といけるから、まあ、割とハンドは強いぞ、普通に。展開系デッキだ、あれ。でまあ、勇者入ってるデッキ、大体展開系だと思うんだけどな。ネムレリアとかかもしれないけど、グリフォンライダー、はい、どうぞ。グリフォンライダー出てきて、M 旅路効果、はい。まあ、ちなみに、家具はね、一生チェーンするんで、相手の、何、思惑を狂わせるということもできますからね。はい。はっ、お前2ビル刺さないやんけ。ちっしょ。ダストのデッキただの勇者ピートじゃねえか。クソが。まあ使ってみたいな、使っても無効にしただけだから。まあでも無効にさせるっていう説はあるけど、ドルイドブルブ、なるほど。なるほどですね。はかなくらいはありそうだよな。まあ、ちょっと一回無限包容、無限包容とかはかなとかそっち系なんじゃないかな。展開できないってことは多分逆に言うと誘発系のカードがまああるかなって気がするんだけど、まあ一回グリフォンライダーが無効になりました。でアリアン出します。効果起動します。無限包容、そういうことか。ファントフォックブレードね、多分幻影だね。勇者幻影デッキだと思う多分。うん、なるほどなるほどなるほど。でアリアンナが無効になりました。そうだな、どうすっかな。ニビルいらねえか。ニビルが一番いらねえな。これは多分後で出せるから、だからニビル捨てて、あ、穴ね。オッケー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 。これドルイドブルームでいけるから、はい、これドルイドでケアして、対象に取られた、シャンドラを除外自らすることにより墓穴の対象から逃していくスタイルね。これこれ最強で、ドルイド特集で対象にいなくなりました。シャンドラ通ります。まあビッグか。これさ、ドルイドブルームとアリアンナでアンヘル作ったら勝ちじゃね。
これ強くね。これはビーステッド入ってる利点なんだけど、カオスアンケル出しに行きますか。でしかもドルイドブルームが墓地を置かれた場合の効果もね起動できますからね、これね。はい、でこれ後ろでいいかな。アンケルでアンケル効果多分これでいいね。旅路除外で、ドルイド効果で、グリフォンライダー墓地、こうすると、全てのモンスターが、無に帰して、はい、オッケーで、エクレシアも着地させて、でエクレシアちゃんと効果発動します。でパニシメント持ってきます。あ、強くね、やっぱこのデッキバドレイズ、はいはい、ありがとうございます。はいはい、でメイツーカードを押しましてトゥエンドウ、オッケー強え、最強ドレイド、ドレイド入りアンケルマジ強いな。さあニビルが何も刺されませんでしたが、相手の盤面をさらちにすることができました。さすがにいけるでしょう。手札2枚、まあ2枚からでもまあ動いてくるデッキではあるからな。なんかベーグマックス特殊化みたいなことしてくると結構強いからなこのデッキね、まあ、並んだところでドガンパチまで打つんだけど、とりあえず1枚アラメシアの日ね、つまりドラゴンバック落ちてる、まあおそらく旅路1枚しか入ってないと思うから、こういう系のデッキって、ああまあアラメシアどうぞ、アラメシアどうぞ、アラメシアどうぞ。これ手札1枚なんだろうな。幻影とかだったら多分切り系で蘇生されるんだね。それがめんどくせえな。ビッグ打つしか、ビッグ打つな、ビッグ打つ。まあでも出てきたモンスタードラグマンパニシメントしょればいいから大丈夫か。で白金で、白金で聖女戻して、でカード破壊、これ前でいいと思うんだよな。あでも手札で言うか、手札破壊される、手札破壊されるで、幻影展開されるんだったらドラゴンパニシメントいいか、いけるわ。え何この勇者ビート、お前メインギミックどこ行ったんだよ。もしかして本当に勇者ビートしてる、なんかなんだこのデッキ。あ対戦ありがとうございました。いやー天帝行くしかないか。やっぱね、結局使ってる思ったんだけど、天帝の人とか言うか強いわマジで。天帝ゲーすぎる本当に。なんでロールバックとか入れてる場合じゃねえ、天帝の人をスコレみたいな話ある。増援、はい、おいふざけんなよ、ロールバックコスト落としてんじゃねえぞ、コストじゃないかストライクしてんじゃん。これおい強えだろこれ、ティアライトロードってやつかこれ。おいやめろ、なんもねえんだよこっち。天帝の人でまくれますこれ、ハーフニス、はい、普通にヤバそうな動きしてますね。すまん、手札増えすぎじゃねえか。こっから白雪も出てくんのこれ、手札増えすぎじゃない。さすがにさ、ちょっとやっていいことと悪いことあると思うんだよねこのデッキ。あーあーあああ、これバロネスも出てくる、これバロバロバロネスも出てくるやつ。ちょふざけんなよ、強すぎだろ、無理だろこれ、無理すぎねえか盤面強すぎんかセット、はい、え何何サリーク破壊、何やるじゃないか。バロネス結構強いよねこれ、あのサリーク破壊したりさ、あとシェイレーンとか破壊して融合したりもできるからね、結構強いんだけど。あそっ強いな、またこれシェイレーンの手札効果使ってないから出てくるのこれ。2体で何ですかこれは、バリケードベルグ、なるほど。あ手札捨てていいのか、手札1枚捨てる、はい、トランザクションロールバック捨てていくやばい、ちょっと待って、ぶん回られてるぶん回られております。今現在シェイ、はい、何枚ですか、あと19枚墓地壊してておかしくないですか。トリックくらいも出てくるんですか、ちょいかれてません。展開録、あなたもうライフ3000ですけど、ちょワンチャンなんかさ殴ったら勝ってるとかないから。いやーやりすぎでしょやりすぎやろ、ライトロード新規まだ来てないぞ、マスターデュエルには。何が一体起きているんだ、
あー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 やばい、ボイド落ちたわ。やばい。ボイド落ちた、やば。ちょガチでやばいこと来た。レイのハート、これ7枚だって、あと残り7枚。これ全部持ち行くやん。何これでっけ、やばすぎ。これ何枚、 1,2,3,4,5 5枚、あ、じゃあ4枚か、4枚墓地送んの。まあでもまあ、あ、しの、え、闇のデッキ上がる、そうしたんだけど、ちょ待って、マジでやばい。やばいこと、やばいことしようとしてるって、やばいことしようとしてるって、ガチでやばいことしようとしてる。トランザクションロールバックで、やばい、やめろ、うわあ。くそ、誰、くそ、誰かよ、マジで。バリケードで、え、ベルレーの回収、なるほど。いや、まだトラップカードがある、俺には。まだ俺にはトラップカードが残されている。エクレシア、まあまあエクレシアはいいよ。エクレシアでも召喚しても何もあれだな、サーチするカードねえな。一応召喚するか。あ、いや、一応あるか、ドラゴンパッシュメント、もう一枚入ってる。スタフェリアで無効にされます。あ、まあそうですよね、わかりました。まあまあまあ、僕にはねトラップカードがありますからね。はい、言うて言うてトラップカードがあるからまだ耐えてるみたいなとこある。セッツセッツセッツ、かかってこいよ。俺のビッグエルカム&ダルマカルマが火を吹くぜ。トランザクションロールバック、なに、あ、ちょ、ぶん回りすぎじゃない、さすがに、さすがに墓地にカード落としすぎなのよ、それは。クソったれがよ、通報します。